皆さん、日々のゲームライフお疲れ様です。ワプ2のテッシーです。さて、今回は任天堂 e ショップにて4月28日から5月7日まで開催されている任天堂スイッチゴールデンウィークセールの対象タイトル全16本を全てご紹介いたします。正直、割引率は普段のセールに加え若干抑えられている印象ですが、世界中で愛されているあの超名作タイトルや、まだ発売されて2ヶ月ほどの最新作、そして普段あまりセールで見かけないレアタイトルなど見どころ満載のセールとなっています。また体験版が配信されているものや任天堂カタログチケット対応ソフトなどの情報も合わせて紹介しておりますので、それらを踏まえてソフト購入時の検討材料にしていただければと思います。また一部タイトルは4月28日より前からセール開始しているものや、セール終了日時が異なるものもございますのでご注意してください。というわけで、それでは早速行ってみましょう。まず最初にご紹介するのはすすめキノピオ隊長。こちら定価4378円が5月7日まで 30% オフの3064円となっています。本作は2014年に Wii U で発売されたタイトルのスイッチ移植版で、箱庭のようなステージをキノピオ隊長が冒険するアクションゲーム。70種類以上の箱庭ステージを回転させて様々な角度から覗き、各ステージに散らばったパワースターを集めながらゴールを目指します。ジャンプができないキノピオ隊長には様々な困難や危険が。襲いかかる敵に対し株を投げつけたり、ドリルで道を切り開いたり、分身してギミックを作動させたりと、勇気を出していろいろなアクションで冒険していきます。またスイッチ版では新たにスーパーマリオオデッセイのミニチュアコースが登場。さらには全ステージお裾分けプレイにも対応しており、遊びの幅が広がった作品となっています。続いてご紹介するのはルイージマンション3。こちら定価6578円が5月7日まで 30% オフの4604円となっています。本作はマリオシリーズでおなじみのキャラクタールイージが主役となるアクションアドベンチャー。お化けが潜む奇妙なホテルを探索して、囚われの身となったマリオたちを助けるためにルイージが奔走する。ホテルの中には様々なお化けが待ち構えており、ルイージの邪魔をしてきます。お化けに向けライトを当て、ひるんだところを掃除機のようなアイテム、お化キュームで吸い取りましょう。今作から新たにお化けを床に叩きつけるアクションスラムの追加や、お化キュームから空気を噴射して勢いよくジャンプするバースト、吸盤を発射してオブジェクトを引っ張吸盤ショットなど多彩な新アクションが追加。バリエーション豊富な数々のステージをドキドキしながら探検し、仲間を助けましょう。3本目にご紹介するのはヨッシークラフトワールド。こちら定価6578円が5月7日まで 30% オフの4604円となっています。本作は任天堂を代表するキャラクターの一人ヨッシーを主人公に据えた 2D 横スクロールアクションゲーム。空き箱や紙コップなど様々な工作でできたクラフトワールドを舞台に、得意の卵投げで工作の仕掛けを解いたり、アイテムを集めたりしながらゴールを目指します。今作では一度ゴールした後も引き続きプレイを楽しむことができる裏コースを収録。コースを裏返しにしてスタート地点まで逆走するのですが、表では見えなかった新たな発見があり、一味も二味も違った探索が楽しめます。またジョイコンのお裾分けプレイにも対応。ヨッシー同士でおんぶして、一人は移動、一人は攻撃と役割分担してのプレイなど、初心者とのタッグプレイでも安心です。次にご紹介するのはドンキーコングトロピカルフリーズ。こちら定価6578円が5月7日まで 30% オフの4604円となっています。本作は2014年に Wii U で発売された同名タイトルをパワーアップさせた横スクロールアクションゲーム。北の国からやってきたバイキングザ・スノーマッズに乗っ取られてしまったドンキーコングアイランド。バイキングに吹き飛ばされ、遠く離れた島に落下してしまったドンキーコングたちは、6つの個性豊かな島を駆け抜け、それぞれ能力の異なる頼れる仲間たちと共に懐かしの我が家を目指す。スイッチ版には Wii U 版と同内容のオリジナルモードに加え、新たにファンキーモードが収録。パワフルで陽気なサーファーである助っ人ファンキーコングをプレイすることで、手強いコースもぐんと遊びやすくなります。今作海外のレビューサイトメタクリティックのメタスコアでも86点とかなりの高得点を叩き出しています。5本目にご紹介するのはペルソナ5ザ・ロイヤル。こちら定価7678円が5月10日まで 20% オフの5374円となっています。本作は2016年に発売され、数多くのゲームアワードを受賞したピカレスクジュブナイル RPG ペルソナ5に、新たなキャラクターやスポット、さらには40以上の DLC など豪華スキル追加要素を加えた作品。プレイヤーは大都会東京の学校に転入することとなった主人公となり、昼間は高校生として学園生活を謳歌、
そして夜は怪盗団の一員となり、ペルソナの力を駆使して弱き人々を救うため大都会を暗躍する。本作の特徴は演出面に対する徹底したこだわり。キャラアクションやイベント時のカメラアングルなど他の RPG とは一線を画し、また感情移入しやすいジュブナイル的なストーリーにも工夫を凝らした演出を入れるなど、終始飽きさせない作りとなっています。またシャドウとの交渉などできることが多彩で、作業感を感じることなくプレイできる戦闘も高く評価されている作品です。続いてご紹介するのはハーベステラ。こちら定価7680円が5月10日まで 50% オフの3840円となっています。本作は四季を彩るファンタジー世界を舞台に、生活、交流、冒険が楽しめる生活シミュレーション RPG。 季節の変わり目ごとに訪れ、全ての生命を脅かす災厄、四季の最中目覚めた主人公。色彩豊かな丘を拠点に自給自足の生活をしながら、仲間たちと協力して脅威を乗り越え、世界の成り立ちと最悪の真相に迫っていく。一日の行動は畑作業をしたり冒険をしたりと、何をやるのも自由。ただし深夜になり眠たくなると行動に制限がかかりますので、無理せず家に帰ってベッドで眠ります。移り変わる四季を感じながら、新たなキャラクターとの出会いや未知なる冒険を体験しましょう。本作の体験版では第2章までがプレイでき、セーブデータはそのまま製品版に引き継げるようになっていますので、まずはお試しでプレイしてみてはいかがでしょうか。7本目にご紹介するのはフィットボクシング北斗の拳、お前はもう痩せている。こちら定価7678円が5月7日まで 20% オフの6142円となっています。本作は任天堂スイッチ向けボクシングエクササイズソフトフィットボクシングと大人気漫画北斗の拳のコラボタイトル。ゲームでは通常のエクササイズに加え、プレイヤーがケンシロウとなりパンチで敵を倒す激闘バトルモードが実装。大量の雑魚キャラをパンチで倒しまくる雑魚バトルと、ジャギ、シン、レイ、サウザーなどケンシロウの宿敵たちと戦うボスバトルの2つのバトルが収録されています。また倒したボスはインストラクターとして使用可能になるなどのお楽しみ要素も。これから薄着になる時期に向け、引き締まった体作りにはぴったりの作品です。次にご紹介するのはシアトリズムファイナルバーライン。こちら定価6380円が5月10日まで 20% オフの5104円となっています。本作はスクエアエニクスが手掛ける歴代ファイナルファンタジーシリーズから厳選した珠玉の楽曲を詰め込んだリズムアクションゲーム。ゲームにはファイナルファンタジー1から15までのナンバリング作品の最新曲に加え、リメイク作品、外伝作品、さらには様々なサウンドトラック CD の計46作品から厳選したシリーズ歴代最高楽曲数の385曲が収録。ゲームモードはソロプレイ以外にも、2人で協力しながらクリアを目指すペアスタイルや、4人対戦が可能なオンラインマルチバトルも搭載されています。また通常版以外にも特別楽曲27曲に加え、追加配信となるスクエアエニクスの人気作品から楽曲30曲を追加したデジタルデラックスエディション、さらには60曲を追加したプレミアムデジタルデラックスエディションなども発売されていますので、本作で気に入った方はぜひそちらもプレイしてみてください。続いてご紹介するのはぷよぷよテトリス2。こちら定価3850円が5月10日まで 24% オフの2926円となっています。本作は世界的国民的アクションパズルゲームのぷよぷよとテトリスが合体した夢のコラボレーションタイトル。定番のルールにプラスして、今作では新たに3人のキャラクターでチームを組み、それぞれのキャラクターが持つスキルを使って戦うスキルバトルが登場。より白熱した戦いが繰り広げられます。その他にも新キャラクター、新ストーリーなど多数の新要素が追加。もちろんオンラインで1人から最大4人まで協力や対戦で楽しむことが可能です。10本目にご紹介するのは釣りスピリッツ、釣って遊べる水族館。こちら定価6578円が5月9日まで 24% オフの4990円となっています。本作はジョイコンを釣り竿とリールに見立てた直感的な操作で魚釣りを楽しめるフィッシングアドベンチャー。ゲームセンターの釣りスピリッツが楽しめるほか、ストーリーモードやシリーズ初となるオンライン釣りバトル、さらにはワニワニパニックや金魚すくいで対戦できるパーティーモードなどが搭載。そして各ゲームで集めたメダルを使い、250種を超える魚が泳ぐ水族館を完成させることが可能となっています。魚1匹を釣るのにリールを結構回す必要があり、なかなかに体力を奪われますので、運動不足解消にも向いているかもしれませんね。続いてご紹介するのはドラえもんのび太の牧場物語、大自然の王国とみんなの家。こちら定価6578円が5月9日まで 25% オフの4930円となっています。
本作は国民的キャラクターのドラえもんが人気ゲームシリーズ牧場物語の世界に登場するタイトルの第2弾となる作品。自然豊かな入間星を舞台に黄金の小麦畑や夕日に照らされた岬、夜空に広がる花火などハートフルな世界観が構築されています。牧場物語らしい遊びはもちろんのこと、秘密道具を使ったドラえもんならではの機能も実装、また2人で一緒に遊べるオフラインプレイも搭載されています。新しい遊びや要素が数多く採用されており、完全オリジナルの心温まるストーリーが展開される作品です。続いてご紹介するのはパワーウォッシュシミュレーター。こちら定価2970円が5月10日まで 20% オフの2376円となっています。本作は高圧洗浄機を使って車や建物など様々なものをきれいにしていくことが目的のシミュレーターゲーム。高圧洗浄機を手にただただひたすらに汚れを落としていくだけのゲームなんですが、勢いよく噴射する水の心地よい音に癒されながら塗りつぶし作業のような工程を黙々とプレイするのがなぜかひたすらに没頭して時間を忘れプレイしてしまうという本作。新しいツールやアップグレードをアンロックしてより効率的に洗浄できるようになるとさらに楽しさアップ。他にはないくつろぎと満足感が得られる不思議な作品です。続いてご紹介するのは2人でにゃんこ大戦争。こちら定価999円が5月7日まで 20% オフの799円となっています。本作は世界累計4000万ダウンロードを記録したスマートフォン向けゲームアプリにゃんこ大戦争の任天堂スイッチタイトル。日本全国を侵略する日本編から始まり、未来編、宇宙編のメインストーリーに加え、腕試し的なレジェンドステージや日替わりステージも登場。総勢350体以上のにゃんこたちを使用して各ステージを攻略していきましょう。またスイッチ版では新たに2人プレイによりキャラ編成で5体を分け合って連携バトルを楽しむことも。ミニゲームをクリアすることでゲーム内で使えるアイテムを手に入れることができ、無課金で楽しめるのでお子様にも安心の作品です。続いてご紹介するのはヒューマンフォールフラット。こちら定価1530円が5月10日まで 40% オフの918円となっています。本作はテレビや YouTube など様々なメディアで紹介され、販売本数が国内累計100万本、世界累計販売本数3000万本を突破したオープンワールドふにゃふにゃアクションパズルゲーム。夢の中に入り込んでしまった主人公のボブを操作して夢から脱出するため、ステージにあるオブジェクトを掴んだり押したり引いたり運んだりして物理パズルを解いていきます。ジョイコンをお裾分けしたり、任天堂スイッチプロコントローラーを接続することで任天堂スイッチ本体1台で2人協力プレイが、またインターネット通信またはローカル通信で最大8人での同時プレイが可能。友達や他のプレイヤーと一緒にオープンワールドステージを冒険しましょう。15本目にご紹介するのはアンダーテイル。こちら定価1620円が5月7日まで 33% オフの1085円となっています。本作はマップの仕掛けを解きながら敵やボスと戦っていくコマンドバトル式の RPG。 主人公はかつて人間がモンスターを封じ込めた地下世界を冒険する。本作最大の特徴はバトルシステム。戦う、行動、アイテム、見逃すという4つのコマンドがあり、選択次第ではモンスターと戦うことなく見逃すことが可能。しかもそれは通常の戦闘だけでなくボス戦も同様で、本作は RPG でありながら誰も倒すことなく進められるようになっています。さらにその戦闘での行動によってエンディングも変化。本作海外のレビューサイトメタクリティックでは驚愕の93点、さらに国内でもインディーゲームでありながら熱狂的なファンが多い人気の作品です。そして今回最後にご紹介するのは It Takes Two。 こちら定価4300円が5月7日まで 25% オフの3225円となっています。本作はゲームアワード2021で最も優れたタイトルに贈られるゲームオブザイヤーに輝くなど、世界的に非常に高い評価を得ている2人プレイ専用のアクションゲーム。お互いを思う気持ちが薄れ離婚することになった夫婦コーディとメイ、そんな2人を切なく見つめる子供の強い思いが2人を人形へと変えてしまう。元の姿に戻るため2人は力を合わせて様々な試練に挑む。本作は2人プレイ専用となっており、それぞれのアクションで協力し道を切り開いたり敵を倒したりします。ステージごとに主人公2人の特殊能力が変化し、これでもかと言わんばかりに2人プレイならではの趣向を凝らしたギミックが出現します。ボリュームも相当あり、本当に最後まで飽きることなく遊び続けれる作品です。さて今回は任天堂 e ショップにて4月28日から5月7日まで開催されている任天堂スイッチゴールデンウィークセールの対象タイトル全16本をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。大型連休ということで友達や家族で集まって盛り上がったり、運動効果のあるものなどバラエティに富んだラインナップでしたね。
個人的には以前からずっと気になっていたパワーウォッシュを購入して現実逃避して癒されようかなって思ってます。ぜひ皆さんもセールをうまく活用して有意義にゴールデンウィークをお過ごしくださいね。さてワプ2では任天堂スイッチ、プレイステーションを中心に新作ゲームの紹介やお得なセール情報をお届けしています。よろしければチャンネル登録、高評価、ツイッター、TikTok のフォロー、サブチャンネルの視聴もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。